さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、最近ちょっとやれてなかったんですけど、リアル1週間コーディネートを撮っていきたいと思います。何回かやったことはあるんですけど、私のこのリアルな1週間何を着ているのだろうかっていうリアルな私服をお届けする企画となっております。で、今回はちょっといつもと違う感じでやろうかなと思ってて、ご存知の方もいると思うんですけれども、デニムが大好きでして、収納もねすごいことになっているんですよ。周り動画にもあげたので、ぜひそれを見ていただけたらなと思うんですけど、そんなデニム漬けがお届けするデニムを使った1週間コーデっていうのをやっていきたいと思います。さすがに全身デニムっていうのはレパートリーも数に限りがあるし、ちょっとできないかなって思うので、コーデのどっか一部にデニムっていう感じになるかな。ちょっとまだこれから撮っていくので決めていないんですけど、まあでも多分デニムのボトムスを使ったコーディネートになるかなと思います。で、そうなんか撮れる日はミニ Vlog みたいな感じで、その日何をやったのかなっていうのも一緒にお届けできればいいなと思っているので、楽しんで見てもらえたら嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで本日が1日目、 Day 1でございます。 Day 1こんな感じです。じゃらーん、ちょっと今回いつもと違う場所で撮ってるから、こっから動けないんですけどこんな感じです。今回のデニムはこちらのダメージパンツですね。結構ワイドな感じのダメージデニムで、色も割と薄めというか淡めな感じのデニムパンツです。ザラのパンツです。私ザラのデニムパンツ結構持ってますね。多分持ってるデニムの中でザラが一番多い気がするんですけど、このパンツもなかなか可愛くてお気に入りのパンツです。ゆるっと履けるからどんなシーンでも履きやすくて、丈感も結構長めになってて、本当にズルっと履けるパンツですね。このマリンセルのトップス、濃いブランドのやつをもともと持ってて、でそれは結構使えて可愛いので、このベージュの方も最近ゲットしました。サイズの質問よくいただくんですけど、多分ブラウンは私 M サイズ買ってて、でこのベージュの方は L サイズを今回買ってみたんですが、私は M サイズがちょうど良かったかな。もともとピタッとしてる感じのトップスだから、そんなゆるゆるではないんですけど、ピタッて着たいなら私はいつもと同じサイズ感でいいと思います。中のトップスがねすごい柄が可愛いので、今日はちょっとダウンベストで合わせてみました。これがアベモアのやつなんですけど、袖がね取り外しできるやつで、今日は袖を取ってベストで着てます。でバッグはこちらのプーマのバッグを持ってます。今日赤リップしてるので、それに合わせてちょっと差し色で赤の入ったバッグを選びました。でシューズはスケッチャーズのやつで、アメリカ行った時にね買ったんですよ、アウトレットで。これもすごい可愛くて、このトップスのベージュとちょっと今回は合わせてコーディネートしてみました。はい、ということで Day 1はこんな感じでございます。で今日はスーパーとかにね買い出しに行ったりとかっていうレベルです。お家でお仕事、まあ、撮影したりとかするっていう感じの一日でございます。今日も一日頑張ります。ではまた明日、バイバーイ。はい、ということで2日目です。今日は午前中はお家で作業したりとかしてまして、今夕方なんですけど、今からちょっとジムに行っていきたいと思います。今日もジムに行くだけなので結構ラフな感じですが、コーディネート紹介します。今日のコーデはこんな感じです。はい、今日はもうフーディーにデニムっていう超ラフなスタイルです。まずこのフーディーがアキュパンクチャーっていうこのやつで、めちゃめちゃ大きめダボっとしてて、とても可愛くてお気に入りです。この前のプリントもなんかかっこよくてゲットしました。このパーカーめっちゃフード大きくて超可愛い、お気に入りです。中には白 T を着てまして、これはアベマのやつ着てます。 OB の中のやつで、下のパンツがダークパークって読むかなっていうところ、初めて買ったんですけどのパンツです。アウトシームのデザインがいろんなところに入っていて可愛い。で後ろのヒップもポッケが結構下目についてて、ここもちょっとデザインあって可愛いです。結構長めだったから丈が折り返して履いてます。でシューズはアシックスとアンダーソンベルのコラボのシューズです。これすごい気に入って履いてます。バッグはディーゼルのデニム素材のバッグを持っていきます。めっちゃパンパンになっちゃったこの中にねウェアが入ってるのですごいパンパンです。ということで本日はこんな感じです。はい、ということで行ってきます。
すごい。これ絶対効くと思います。やばそうです、見るからに。きっとそう。じゃあ下半身避けますか。いけるとこまで。了解です。デイ3でございます。本日はモカちゃんとランチに行ってそのまま展示会に行ってきます。本日のコーディネートを紹介していきます。ちょっとなんかすごい喉枯れてんだけど、なんで。はい、ということで今日のコーディネートこんな感じです。じゃじゃん。今日はもうめっちゃデニム。今日こそもうデニムの日って感じですが、デニモンデニム。このセットアップがルーマのセットアップで、これファー付きのやつなんですけど、今日はズボンにだけファーつけて、上はファーを取ってシンプルにいきたいと思います。中にタートル合わせてるので、今日はちょっとファーつけてると首元がボワボワしちゃいそうだなと思って外してスッキリした印象にしてます。で、中のタートルもアベマのニットです。ちょっと今日シックな感じですよね。大人っぽい感じというか、シューズはローファー、プラダのローファーで、バッグもプラダのこのバッグを持っております。今日はこんな感じ。デニムのセットアップなんですけど、このセットアップは割とジャストサイズっぽい感じ、着づらくないにちょっとゆとりを持たせたんですけど、割とスッキリとした印象のデニムセットアップにしたので、結構綺麗めなアイテムとも相性が良くて、スッキリな感じのコーディネートもできています。ちょっとこんな感じで腕まくりとかしてバランスをとってみました。伸ばしてても可愛いんですけど、まくってもまた違った感じで可愛いです。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じです。ではちょっともうそろそろ時間やばいので行ってきたいと思います。行ってきます。バイバイ。 Honestly I might catch a flight tonight。 やばい、これは絶対美味しい。あ、青になっちゃってた後ろが。え、全然いいよ。やっほー、モカちゃんでーす。久しぶり。ランチに来ました。来ました。何を頼んだんですか。私はパンケーキの、ご飯パンケーキ的な。ご飯パンケーキなんだこれ。美味しそう。はい、いただきます。いただきます。食べましょう。イエーイ。本当だ、すごい甘い。ね、そうやね。うわ、え、みなに、すごい、シナモン。え、シナモン入ってるの。なんかジンジャーエールじゃない。じゃないんだ。自家製感すごい。マジ飲んでみる。え、シナモン。わ、ほんとだ。ね、おいしい。おいしいね。え、好き、シナモン。うん、好き。大丈夫。うん、おいしい。うん、うん、すごい、お肉って感じで。パティやばい、 100% の肉って感じ。 If you need me then I'm on my way。 If we're together then I'll be okay。 買ったろ。え、もかちゃん買ってじゃん。あと、イエーイ、私がクリスマス。似合うね、クリスマス季節が。いい感じ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は4日目かなでございます。
折り返しですね。早い意外と。ということで本日は、まあ、お家でずっと作業っていう感じですね。編集したりとかですけど主になのでちょっと今日はゆるっとな感じなんですけどコーディネート紹介します。はい、本日こんな感じです。じゃーん。まあ今日はそう特に出かける用事とかもないのでゆったりな感じでコーデしてみました、まあ、いつもずっとお家にいるときはパジャマでいるときもあるし部屋着に着替えたりするときもあるんですけどせっかく企画を撮ってるっていうことで着替えてみました。デニム部屋着コーデ。このデニムがアレキサンダーワンのやつなんですけどジョガーパンツっぽい感じなのでデニム素材なんですけどゆったり履けるからこれちょうどいいなと思ってこのパンツをメインに組んだんですけど上はこれキャミソールです。でまあ寒いのでこのカーディガンをね羽織ってます。このカーデが本当にねあったかくてでチクチクも気にならないからこういった露出のある薄とかに合わせても全然着心地いいのでこれを合わせました。シューズはちょっとまあ出ないのでこのスリッパお気に入りのアメリカンイーグルのスリッパ履いてます。今日ねこのメガネしてるんですけどこれがねブルーライトカットのメガネになってるから編集するときとかはこれをかけてやってますね。でメイクもちょっと今日はナチュラルめにやりました。もうほんと10分ぐらい10分持ったかな15分ぐらい10分15分ぐらいでできるメイクです。ということで4日目こんな感じでした。じゃあまた明日お会いしましょう。バイバーイ。ということで、デイ5でございますですよね。今日はエリちゃんとランチに行ってきたいと思います。ちょっと私が気になってたお店があってそこに行こうっていう風に誘わせてもらって一緒に行ってくれるそうなので今日のコーディネート紹介していきたいと思います。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じです。じゃじゃーん。はい、まずこのデニムなんですけどこれが最強デニム第2弾がついに完成しましてみんなと一緒に作ったデニムなんですけど、まあ、みんなからアンケート取ってどういう形のデニムが欲しいかとか色味はどんなのがいいかとかダメージどんな感じがいいかとかアンケートを取らせていただいてで私のこだわりポイントも詰め込んだパンツです。すごいワイドな感じでゆったり着れるパンツが欲しいっていう声が多かったので今回はそんなパンツを作ってみたんですけど色味もめちゃくちゃ可愛くてちょっと黄みがかったような感じの色でヴィンテージ感があってで生地もそんなに硬すぎないから今回伸縮性はないんですけどゆったりしているのでそんなに履き心地もきつくなく楽ちんに履けています。でもウエストは結構しっかりと細めに作ってあるからすごい形が綺麗でウエストはぴったりしてるんだけどお尻周りとかはゆとりがあってすごくいい形のジーンズができました。ちなみに私は S サイズを履いてます。ダメージもこの高めの位置に入れてあるので膝から下が長く見える足もね結構長く綺麗に見えると思います。でこの裾はちなみに私は切ってないんですけど立ち切りで自分で切っていただけるので好きな長さにできるっていう感じです。これ折り返しできて折り返すと裏にあのアベンマーのね刺繍が出てくるんですけど今日は折り返して履いてます。なので、まあ、今日アウターでショート丈のこのレザーのジャケットを合わせました。これもすごい絶妙なカラーでヴィンテージっぽいレザージャケットなんですけどザラのやつです。これはすごい可愛くて結構気に入ってたくさん着てます。このジャケット素材も柔らかくて超着やすいで中は今日はブラックのトップスを着てます。ピタッとした感じのトップス結構これアームホールがついてて指が通せるんですけどこんなスッキリとしたトップスを持ってきました。これがオフホワイトのやつです。かわいい。でシューズはこのアディダスのサンバビーガンレザーのやつを履いてます。これもねすごいスタイリッシュな感じで可愛くて気に入ってる。でこのバッグは、ヘブンマークジェイコブスの違うラインのブランドヘブンっていうところのということで本日はこんな感じです。はい、ということで5日目のコーディネートこんな感じでございました。じゃあ今からランチに行きたいと思います。楽しみに行ってきます。はい、ということでデイ6でございます。
残すところあと2日となりました。本日はお家で編集をするのがメインの日で、あとはちょっとスーパーに買い出しに行ったりとかしようかなっていう感じです。なのでまあちょっとラフな感じなんですけれども、本日もコーディネーター紹介していきます。ということで本日はこんな感じです。じゃん。今日のデニムはこちらのスカート、ロングスカートです。横にラインが入ってる A ラインのスカートなんですけど、これはディーゼルのやつです。すごいロング丈で169あるんですけど、私でもちゃんとくるぶしぐらいまで丈感があってめちゃくちゃ気に入ってます。結構ねウエストはローライズの感じで今っぽいスカートです。これにシンプルに白のロンティーを合わせてて、で上にレザーのA2 ジャケットを羽織りました。これアベモアのやつなんですけど、この前ポップアップをした時にみんなにいろいろとアンケートをねいただいて、ここもちょっとこうしたいとか、ここは逆に残してほしいとか、実際にみんなに着てもらってアンケートを取ったジャケットなんですけど、すごい可愛くできました。どうです、良くないですか。もともとねラインが入ってたりとかしたんですけど、それをちょっと取ってシンプルにしてます。で、あとはこれ2サイズというか2種類あるんですけど、みんなから結構ショートの丈のジャケットが欲しいっていう声が多かったので、このジャケットはロングとショートの2サイズ展開丈違いで出ることになりました。ぜひぜひチェックしてみてください。これちなみにね襟が取れるんですよ。襟取るともっとブルゾンみたいな感じで着れるジャケットです。こういう A2 ジャケット私ずっと探してて欲しくて、自分で作ろうかなと思って作ってみました。ワッペンがワンポイントになって可愛くてお気に入りです。裏はこれちなみにキルティングになってるので結構あったかい本当にです。バッグはこれザラのやつですね。すごいシンプルなブラックのバッグ、ワンハンドルのバッグと、シューズはこれアディダスのスーパースターです。白だとちょっとぼやけちゃう感じがあったのでブラックで引き締めてます。で今日はもう髪の毛までちょっとめんどくさかったのでこのカチューシャで留めてます。ちなみにこれ質問あったんですけど、 Amazon でなんかカチューシャって調べて買いました。こういうカチューシャが欲しくて、2点セットみたいな、もう一個違う形のやつも入ってたんですけど、それを使ってます。顔面がボンって出ちゃうからピアスは大きめのものを持ってきて、小顔効果的なのを狙ってつけてます。ちなみにこのネックレスはね、前にポップアップをした時に来てくれた方にいただいたネックレスです。シューナの S、 ありがとうございます。最近ちょっとこういう長めのネックレス気になってるかも。今日も安定にモノトーンコーデということで、今日のコーディネートはこんな感じです。では明日最終日ですね。ようやく、ようやくじゃないかやっと、やっとでもないな、なんて言うんだろう。明日最終日にまたお会いしましょう。明日はね、前にあのハロウィンパーティーをしたメンズリンゴ会っていう、なんでリンゴ会になったかっていうと、まあいや、それ明日話すかまあとりあえずリンゴ会のメンバーで集まってモーニングにパンの食べ放題に行くので、それもちょっと撮ろうかなと思います。楽しみ。ということで6日目でした。バイバーイ。はい、ということで最終日でございます。本日は昨日も言ったようにリンゴ会のメンバーで、ね、モーニングに行くということで、ただいま7時半ぐらいなんですけれども、もうそろそろ出ないといけないので急ぎで撮ってるんですが、なんでリンゴ会っていう名前になったかって説明すると、3人ね地元の友達なんですけれども、こっちにみんな出てきていて、初めて会った時にアップルパイを食べたんですね。でその次に会った時も多分アップルパイを食べてみたいな、すごいアップルパイを食べるねってなってからリンゴ会っていう名前になりましたっていう感じです。特にリンゴがみんな大好きとか、まあ好きだけどそんなジョジョリンゴマニアみたいな感じではないんですけど、リンゴ会でメンバーになりました。で今日はモーニングなんですけど、パンの食べ放題に行ってきます。はい、ということで本日のコーディネートはじゃん、こんな感じです。はい、今日はもうシンプルにまとめてみました。このね、まずアウターなんですけど、これがね AVAVAV っていうところのやつで、パーフェッチで見つけてセールになってて、でまあすっごい高かったんですけど、この形にめっちゃ一目惚れしてゲットしました。めっちゃ可愛くないですかこれ。超ボリューミーで袖とかもねすっごいんですけど、でめっちゃあったかくて気に入ってます。襟元のデザインとかもねすごい可愛くて、ここはボタンになってるので取れるんですけど、取るとこんな感じです。めっちゃ可愛い。これマジでリボンついてるのでウエストでキュッと縛ることができます。でパンツがこれはアベモアの C
新作、まだ発売はされてないんですけど、新作のパンツで最強デニム第1弾、すごい伸縮性があるデニムを使ったと思うんですけど、それと同じ生地を使っていてめっちゃ動きやすいです。今回はフレアパンツにしました。裾にチャックがついてるので閉じて着ることもできます。開いて着るとちょっとフレアになるっていう感じのパンツで、超足長効果すごくて、ハイウエストなのでそこもまず漏れるし、このチャックついてるから抜け感も出て、めちゃくちゃ足が細見えする、綺麗に見えるデニムです。で、履き心地もめっちゃいいっていう、超動きやすいです。上はこれ H&M のシンプルな黒のトップスを着ました。で、ベルトがディーゼル のベルトで、このシューズはプーマのサイドバーブーツです。今日はブーツで行きたいと思います。で、バッグはこれセリーヌのヴィンテージのバッグです。今日ちょっとパンの食べ放題ということで、なんかちょっとフレンチっぽいというかなんかパリ的な感じのイメージでコーデ組んでみました。ということで本日のコーディネートこんな感じです。はい、ということでちょっと時間が本当にやばくなってきちゃったので、そろそろ行っていきたいと思います。ということで、もう1週間経過しましたね。今日がラストの日なので、7日間コーディネート紹介していきましたが、どうでしたでしょうか。なんか気に入ったコーデとか、これ可愛いっていうコーデがもしあれば、ぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。ということで最終日行ってきまーす。やばい、急げー。何それ、トナカイ。サラダめっちゃ美味しいんだけど、すごいね、その色のトマト。ね、なんかね、あったよね、あ、見ないよね。最近リンゴ食べてる会話の入り口も面白くない。最近リンゴ食べてるってさ、今季節やちょうど。あー、そっか。え、私が最近リンゴとめっちゃ食べてるから。え、何食べてるの。アップルパー。違う違う、普通のリンゴ。普通にリンゴ食べてる。カルカジ知らしない。何が好き一番。リンゴでしょ。強制リンゴだよね。あ、すごい。うん、マッシュルーム食べたい。え、やばいよね。マッシュルームめっちゃ美味しい。これはめっちゃ美味しい。ウユウグマヨ。ウグマヨ知ってる。あ、ほっか。美味しそう。電球くれすぎない。ウニの味するの。え、めっちゃ美味しい、これ。この量。え、みんなでたくさん見せよう。え、もう食べちゃってんだけど。めっちゃ言っちゃった。これ、小麦何グラムなんだろうみたいな。考えないの、今日は。そうだね。考えないの。みんなで野菜食べてるから、捕まえてるじゃん。野菜から食べれば、消化もそうだね。食物繊維とって。シューのまた痩せた？なんか今日痩せた？痩せてない？痩せてない。服装かな。すごいスッと見える。いつも割とダボそんなん。今日さ、なんかわかんないけど急ぎすぎてて、これペッてやったら破れた。え？まあいいや。ね、第2弾です。いやー、美味しそう。土台のカルパッチョが出てきてきました。何？めっちゃ美味しい。何が？食べたかった。感想聞かせてよ。
モアジャンの感想。アフタートーク。モアジャン。アフタートーク。モアジャンアフタートーク。美味しかったね。美味しくて記憶ないみたい。わかる。わからんわからん。でも画角に誰も映ってないんだね。みんなじゃあ別々で歩くからということで今はこれ何中央公園新宿中央公園に来ました。見てほらクリスマスツリーよ。あ本当だ可愛いじゃん。さっきなんかトナカイじゃん。あそうじゃん待ってたねトナカイに。幻かも今の。あなんか来るなんか来る幻だよね。行きましょう。I'm in love. I never thought it could happen to me. Like an angel in flight, she came into my life so suddenly. I think I'm in love. I'm seeing rainbows in my skies. And I can't analyze why I fantasize when I look into her eyes.